ート・ザ・グレイブ。いや、ブランドン・ヒート。痛々しいな。まるで死人だ。お前をネクロライズしたのはドクター時岡だな。ああ。余計なことをする男だ。俺が頼んだ。死ぬ前に俺が頼んだ。ビッグダディが死ぬ前に聞かせてくれたよ。ブランドン、お前、俺がやってきたことを全部知っていたんだってな。そうさ、上に上がるためには何でもしたさ。邪魔になりそうな奴は排除した。ファミリーでもだ。ランディも、アルザックも、ビッグダディも。しかも、秘密裏にネクロライズを開発。それすらも黙って見続けていたというのか。変わんねえな、ブランド。ガキの自分から。そうやって、いつもただ黙って、俺の前を。野心に飢えた俺は滑稽だったが、できないことを必死でしようとする、バカなガキにしか見えなかったが。なぜ、あの時撃たなかった？裏切り者として、葬ることもできたはずだ。なぜだ？ミレニオンになれると思った。俺がか？なっただろう。今や俺がミレニオンだ。組織の実権を握り、この都市を掌握している。白いものでも、俺が言えば黒くなる。好きなだけ奪い、どんなものでも与えられるんだ。違う。それは、ミレニオンじゃない。組織を俺色に染めたんだ。何が悪い？裏切りだ。裏切ったのは、お前だ。今更だな。今更ついでに再会を祝して乾杯と行こうじゃないか。ティアン・サティの43年ものだ。俺たちが生まれた時に作られたバーボン。俺は、この酒に目がなくてな。ああ、うまい。やれよ。昔こいつをビッグダディに勧めたことがある。だが、ダディは、バーボンはウイスキーの派生物だと言って、飲むのを拒んだ。ダディはウイスキー。俺はバーボン。つまり、俺はダディの派生物に過ぎないってわけだ。高いところから見下しやがる。昔は散々悪どいことをやってきたくせに、いつの間にやら成人面して、調和だのなんだのとほざきやがって。所詮あのジジイも偽善者に過ぎん。違う。ほう。ビッグダディは自分の過ちを知っていた。自分の弱さを知っていた。だからこそ調和を求めた。秩序を求めた。それがミレニオンだ。気に入らねえ。気に入らねえ。ジジイのされ事なんかに感化されやがって。ジジイは俺の大事なものを奪いやがった。奪われたんだよ。二度と取り戻せないものを。だから俺も奪ってやるのさ。あのジジイが持っていたものを全て。
違ったのか。俺たちは間違ったのか。どこかずれた場所が思い出せない。こんな風になっちまってもまだだが、ずれちまったもんは元に戻せねえ。そうだよな、ブランドン。覚えていたか。そう、この銃はお前が俺を殺そうとした時に使った獲物だ。そしてこいつは俺がお前を撃った銃だ。なぜ？取っておいた。記念になると思ってな。蹴りをつけよう。もう一度殺してやる。俺が殺してやる。上から落っこっちまった。今やお尋ね者だ。なぜ俺をかばう？なぜ俺を助ける？なぜだ！なぜ奴はハリーに加担する？ハリーの命を狙ってたんじゃないのか？どちらにせよまとめて始末すればいい。おい、対ネクロライゼ用の銃も用意させろ。そうか、わかった。お嬢さん、ブランドンヒートの行方がわかりました。え、どこですか？スラム街の西地区の外れです。お願い、そこへ連れて行って。それはできません。なぜ？彼は今ハリー・マクドウェルと共にいます。我々の組織の者が現場を包囲しています。裏切り者に死を与えるため。そんな、ダメ、やめさせて。できません。やめさせて。できません。やめさせてったら。できない相談です。いいのか？言ったところで何もできはしない。それも彼らの宿命だ。Thank you.
とも生玉を食らってなかったのが自慢だったのによ。焼きが間違った。その飯の匂いが漂ってくるようだ。あの頃は良かった。最低な生活だったが最高に楽しかった。久しぶりに戻ってきたっていうのに、なんで打ち合いなんかしてるんだろうな。ブランドン、何してんだよ。ブランドン、アリーもさ早くこっち来なって。そうさ、ぐずぐずすんなよ。おいおい待てよ、まだ話足りねえんだこいつとさ。でもさ、さっきから彼女も待ってるぜ。マリア。ブランド、ありがとう、ミカを守ってくれて。すまない、ブランド。迷惑をかけてね。ブランド。ブランド。そういえば、まだ答えを聞いてなかったな、ブランド。なぜ、俺を助ける？俺を、殺しに来たんじゃないのか？復讐のために蘇ったんじゃないのか。お前が愛してたマリアも殺した。ビッグダディもこの手で命を奪ったんだ。俺は貴様の仇だろう。こうして目の前に仇がいるのに、銃まであるのに何をしてる。俺をバカにしてんのか、お前は。そうか、バカは俺か。リア・ボブ、ベアも文字もいない。俺の全てをかけたオーグマンも全滅だ。シェリーさえも。もはや俺には何もない。殺せ。これ以上生き恥をさらすのはごめんだ。殺せ、ブランドン。頼む、殺してくれ。殺してくれ！お嬢さん、お飲みなさい。ハリー、ハリー、ハリー、幸せよ、とても。ハリー、シェリー、ハリー・マクドウェル、娘を頼む。はい、お父さん。というわけさ、このネタで連中に譲りをかければ、サウスポート地区の流通ルート奪い取ることができる。そういうこと。さすがですね、ボブ。でも相手が相手だから荒れるかも。任せてください、腕が鳴りますぜ、ハリーの兄貴。ああ、頼んだぞ、ブンジー。ブランドもな。ああ、
ありさまだな。あの程度で吹き飛ぶなんて、建物がボロすぎたんだ。死んだろこりゃ。多分な。ブラッド。俺たちの出番もなしか。あのブラッディ・ハリーも最後は何とも哀れだな。あ？攻撃を中止しろと言っている。バカモン、すぐに連絡をつけろ。今すぐにだ。生きるんだ。今日も明日も、そしてこれからずっと。ブランドン、ブランドン、ブランドン。
たちファミリーだよね。これからもずっと。ハリー、ハリー、グレープ、ハリー、ブランドン、ハリー、兄貴、ブランドン、ブランドン、ブランドン、ハリー、ブランドン、ブランドン、ブランドン、いつか見てろよ、あのクソ親父。お前、昨日ここに来たやつ。俺、ハリー・マクドウェル。お前は？ブランドン・ヒート。ブランドン・ヒートか。よろしくな、ブランドン。帰りなさい。